令和6年能登半島地震におきまして被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。昨年11月の回答就任に際しまして現場主義双方向主義の継承発展を掲げました。地域にはそれぞれの歴史や文化、産業があり、そこで活動する中小企業もいわば多様性に富んでいるということを実感しております。